はい、どうも、ビエレスパ坂やっていきたいと思います。はい、ふつサブ岡で無冠高校センターフォワードサクセスやっていきたいと思います。デッキの方は、青木、カズ、青野、で、桜庭、ミステ、そして進藤、この6人でやっていきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方は、パードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、メインアカウントで、無冠高校、XUS5、作ることができました。なのでサブアカでもワンチャンそれぐらいできんじゃねえのかということで今日は挑んでいきたいと思っております。まあ、サブアカの今スタメンが XUS2、 まあ桜庭が出たことによってね結構上がると思ってます。まあちょっと期待していけたらなと思ってます。はい、まずは振動をしっかりと上げていきたいですね。 OK、 しっかりとコツを踏めてます。 OK、まあ、まずはね、振動、評価上げて、タック。ね、メンタルタック呼べたら、まあ、体力の回復量ね、上がっていきますので、ありがたいんですよね。はい、ここはもう振動踏んでおきましょう。体力全開になりませんが、まあ、大丈夫です。まあ、その辺はもうしょうがない。はい、そして、青木くん進んでいきます。はい、まあ、イベントはしっかりと読んでおきましょう。はい、では、ここからしっかりとやっていくんですけど、まあ、所定は、まあ、テクニックかな。まあ、これはもう、テク、いっておきます。はい、OK。青野くんね、いいよ。評価が上がっていくのはありがたい。まあ、ささっとね、ささっと振動タック読んでいきたいですね。はい、で数動いていきます。 OK、 でここで振動踏めない。あ、オフェンス、あ、もうタック呼べる、ありがてえ。待てよ、これね、黄色いか黄色、赤いか。ここは青色はちょっと捨てておきます。青色は捨ててもいいでしょう。まあ、どの道ね、どの道やっぱオフェンスタック、ね、オフェンスの練習レベル上げていきたいっていうのはありますんで、これでいいかなという状態ですね。はい、そして青木くんも進んでいきます。いいよ。はい、ちょっと体力消費。お、来た、ナイス、いいよ。メンタルタックはありがたい。で、これはこうかな。ちょっと。本当はボーナス使いたかったけどね。はい、いいです。はい、メンタルタック。オッケー。いいよー。ナイスナイス。で、青木くん。青木くんの筋力の方が進んでまいります。オッケーです。はい、そして体力回復。ナイスタイミング。いいよー。ありがたい。ありがたいね。はい。そして、これは、メンタルタックが来ております。いいよ。その調子。その調子で行きましょうというところで、あ、いけないか。あー、いけないか。これは、これは、赤で揃えとくか。はい。もうしょうがないですね。しょうがない。これで行ってきます。はい、メンタル行きましょう。はい。いいです。で、青木くん、早くも青木くんがもうイベント進みまくりだね。もう4つ目進みました。ほぼほぼ青木くんしか進んでません。あとイベね。はい、そしてダブルタックが来ております。で、これ緑もいけるけど、これはもうとりあえずね、早めに振動をこっちに連れてきておきたいです。はい、ではオフェンス行くんですけども、ちょっと能力を上げていきましょうか。はい、テクニックやっておきまーす。はい、こんな感じでいいですかね。はい、オフェンスダブルタック、ありがとうございます。ナイス。いよいよ。で、振動、進んでまいります。はい。で、いいね、いいね、いいね。体力回復ありがたいよ。すごい助かりますよ。その調子でバッチリ動いてくれるともう無双ですからね。無双できるのはありがたい。で、これはフィジカルかなー。で、今回ちょっと緑が多いっす。まあ、緑多いのあれか。桜庭と、数入れてるからか。まあ、そりゃそうだわな。緑枠2人だからね。そりゃ多いわ。はい、こっちで行っとこう。こっちで行っておきます。緑枠ワンチャンと思ったけど、まあいいです。はい、フィジカル行きましょう。はい、OK でーす。はい。で、筋トレが終わってまいります。オッケー。オッケーなのか。
はい、そして、はい、桜庭ですね、OK です。で、オフェンスいいよ。進路進んでいくよ。で、これ緑でもいいな、こっち。緑だけでもいいな。青も揃えるのもありですが、これはオフェンスの練習レベルを上げていきましょう。いい、いい。はい。こんな感じかな。こんな感じでいっちゃいましょうか。はい、オッケー、ナイス、ナイスアク。いいね。もう一丁体力が良くない。さっきから減ったら体力が良くてるからね。あ、さすがに来ないか。さすがに来ないですね。はい、青野の金属が進んでまいりまーす。オッケーでーす。うん、一人はちょっと踏みたくない。スピード行こうかな。これね、黄色揃えるのもありなんだよね。あー、でもこれ、嫌だな、ちょっと嫌だな。変に使うの嫌だな。まあ、とりあえずこれでいこうか。はい、ではスピードを怪我するな。オッケー、ナイス。はい、で、数が済んでまいります。オッケー。筋肉あと1回。でも体力ちょっと死んでるからね。次、メンタルタック。メンタルタックか。来てほしい。体力回復が来てほしい。さあ、来い。おー、来た！え、いいね。すごい来てるよ。今日、運いいです。すごい運がいいです。で、ここなんですが、ここなんですが、ここなんですが、めちゃくちゃ揃えそうな感じがする。テクニックでもいいんだけどな。ね、どう揃えていくか。これでいくか。うん、緑2列。そしてあと赤と黄色1回ずつでいけるから、まあ、ここはちょっと揃えたくないんだよな。でも揃っちゃうんだよな。まあ、6を使わないっていうだけでいいや。振動使いたくないからね。はい、OK です。はい。振動くん、進んでまいります。で、メンタル。お、3タック、3タックは踏みません。これ、踏むとね、技術余る。でもね、いや、ここ踏むわ。技術余ってもいいです。敏捷稼げるし、現状ね、うん、余るんすよ。すごい余っちゃうんすよね。それであれば行くべきでしょう。どうしよう。これ、10時で行きたい。10時で行きたいけど、こう行くか。まあ、しょうがないね。うん。まあ、10時も無茶してもね、後々がしんどくなっちゃうだけなんで、いいです、いいです。はい、こんな感じで行ってしまいましょう。スピード行って OK ですね。はい、これで行ってきまーす。はい、ではテクニック行ってしまいましょう。まあ、しょうがないです、これは。これはしょうがない。まあ、でかいタック。ね、技術上げて、早めに上げといたら筋力は成功するから OK です。はい、そしてメンタルが来てくれない。メンタルは来てくれないけど、ここ一回休むのもありだな。まあ、黄色踏む？いやー。微妙だな。これは一回休もうか。はい、そして振動、残り一回です。振動残り一回。頼むぞ。で、あー、またテクニック。またテクニックか。ちょっときついな。きついなぁ。テクニックばっかきついなぁ。まあ、しょうがないけどね。はい、で、ここ。うん、10時揃えておきます。テクニックいらねぇ。技術、確実に今回余ります。
なのでフィジカルタックとかね、ちょっと踏んでいきたいですね。多分筋力がちょっと厳しくなるんだろうなと思えるんで、こうなるとね、フィジカルタックをできれば踏んでいきたい。はい、そして青木くん、オッケー、終わってきます。はい、で、ミセくん終わってきます。オッケーでーす。体力ないでーす。体力ないでーす。一回休もうかな。もう一回休もうかな。まあ、これはもうしょうがないんだろうな。うん。はい、休みます。アイナスチュンガバ、オッケーで、シンドくん、進んでいきます。はい、オッケー。長距離表までもらいました。オッケーです。で、これはメンタル行こう。これはメンタル行く。こうかな。はい、これでいきます。で、黄色と赤ささっといきたいな。黄色と赤ささっといきたいところではあるけども。ね。はい、で、数、整えていきます。はい、成功してくれました。二金属ゲット。いいよ。で、オフェンスダブルタックか。まあ、ダブルタックか。微妙だな。微妙だな。これはもう体力回復させておきます。いいです。まあ、休むわけにはいかないからね、今の。今のは休むわけにはいかないね、これで大丈夫。はい、そして桜庭進んでまいります。で、進路。まあ、ここだろうな。フィジカルだろうな。このまま行こっか。あのまま行きます。別に、これ、組み替える必要ないからな。はい、行ってきまーす。はい、OK です。で、振動。で、メンタル。あー、来ない。メンタル来ない。うわー、ちょっとテクニック来すぎだよ。あ、でも、ここしかねえんだよな。うん、これ赤揃えておきます。赤揃えよう。はい。もう技術がダックダックです。ダックダック。余りまくりです。どうしよっか。そんな取っちゃダメなんだけどね。まあ、敏捷が稼げるからね、行きたいんだよな。ここはね。ちょっと今回ね、青のカラーそこまで溜めれてないんで、しっかりと敏捷溜めたいんですよね。はい、行ってきます。ここはない。技術はもう途中からでも、セクヨンの頭ぐらいから、はけれないんじゃないかなっていうレベルです。ちょっともう得のさっき全部抑えちゃおうか。抑えていきます。はい。ではメンタルいこう。進藤くんね。いや、でも進藤、いや、どうしよう。あー、これそんなアタックを連チャン、ラインは揃えたくない。ライン揃えたくない。こっか。はい、ではメンタルいきまーす。いきましょう。OK でーす。はい、で、カーズ。OK。ね。動いていきまーす。はい、そしてオフェンス4タック来ました。ありがとうございます。いいタックが来てくれた。そう、こういうのは、こういうので技術稼ぎたいんだよ。こういうので技術乾燥するからさ、技術を稼ぎたいんですけど、ちょっと変なところで稼ぎすぎたね。あれ？ちょっと待って、今なんかおかしかった。あ、こうでいいんだよね。あ、でも緑そんな揃える必要ないんだよ。あ、まあいいや。はい、行ってきます。まあ、こんな感じで行ってしまいましょうというところで。はい。まあ、これでいいかな。うん。で、精神のとこ。リードまでは。
はい、ではこれでいってしまいます。はい、ではオフェンスいってしまいましょう。ナイスタック。筋力の乾燥近くまで行きましたね。いいよ、セクニでこれを踏めるのはありがたい。いいね、ありがたいね。で、ここは次のターンワンチャン体力回復はあるから、なのでちょっと体力使ってもいいかなっていう感じはしてるんだけどね。メンタルで次のターンに備えるのもあり。待って、黄色揃えるか。いや、このまま行くのもありだな。でも、まあ、黄色だな。うん。回転数は、まあ、そこそこあったから。はい、ではこれ、メンタル、行っときます。はい、オッケー。で、ここでオフェンスの練習レベルアップしますね。オフェンスの練習レベルがアップしてまいります。はい、そして、柴原、オッケー。で、セクに16,364。さすがです。でかいタックで踏めたればこうなるよね。ありがとうございます。ナイスです。はい、そしてメンタル。メンタル、振動くんのメンタル来ております。ね、まあこれは青だろうな。あっち使うか。これの方がいいね。これの方が回転数少なくいけます。はい、ではこれメンタルいってしまいましょう。はい、オッケー。うん、いいね。メンタルタックもまあそこそこ踏めてますんで、OK です。ルビンショーもね、テクニック、まあ青枠はちょっと少ないけど、まあテクニック踏めてたから、まあそこそこ出てるはず。はい、そしてこれスピードいきたいけど、赤を揃えていくか。こうだろうな。こうでいきます。はい、ではスピードいってしまいます。いきましょう。で、矢部坂次のターン来てね。矢部坂次のターン来てください。体力回復させてほしいです。いや、来ない。で、どうしようかな。微妙だな。すごい微妙だな、というところで。こりゃメンタル。いや、メンタルってのは青枠がね、一人ね、もうすでについてるところなんですね。でもこれ行くとこないから、まあ、とりあえずこれメンタル何も揃えずに行こうか。メンタル何も揃えずに行きます。それがいいね。回転数貯めれるし、5を貯めれるのはありがたい。体力消費せずに回復して5を貯めれるのはありがたい。いやー、マジか。ちょっと振動そこじゃねえぞ。振動そこじゃねえぞ。まあ、これかな。まあ、ダブルタック踏んでおきます。まあ、振動微妙だし。はい。ここは経験点稼いでおきましょう。で、振動が、テクニックはいらないなぁ。でも、ここなんだろうなぁ。できればね、これ、使っていきたいんだなぁ。緑ラインは最悪揃えてもいいけど。はい、これできます。アイデアテクニック 18%。余るね。確実に余るね。これはもうドリンク使っててもいいかな。まあ、ドリンク使わなかったら意外と余る時あるからね。まあ、最後の方メンタルタック踏んだらの話ですけど。アイデアテクニックいってしまいましょう。ほんとテクニック踏みすぎなんだよな。はい、行きまーす。まあ、その分オフェンスタック踏めればいいです。臨床稼げてると思えばいいでしょう。はい、メンタル。振動がメンタルにいない。メンタルいるかなと思ったけどね。まあ、フィジカルいっか。いや、でも、メンタルか。これでいこうか。まあ、体力回復させておきます。まあ、しょうがないっす。これはしょうがない。このあたりはしょうがない。ちょっとライン的にね、怪しくなってくるんですよね、こんなことしてたら。こんなことバンバンしてたら怪しくなってくるんで、できるだけ振動を踏んでいきたいです。はい。で、持ってメンタル、OK、振動来ました。振動来たけど、まあ、ここだろうな。はい、これでいきます。メンタル行きましょう。で、臨床、まあ、溢れはしないけど、まあ一応振っときたいな。何かしら振っときたいな。これいこうか。いや、忘れた。アイデアメンタルいきまーす。いきましょう。
はい、OK です。さあ、震度、オフェンス、メンタル、ずっとその2つを行き来してください。あー、ワンタックはきついわ。ワンタックは振動きついよ。まあ、正直これ緑揃える気にもならないんだよな。ね。いや、ちょっと手が悪いっすね。ちょっと手が悪いっす。これ何もせずメンタルいく？もうそれなら振動つけていくか、青色増やしていきます。青色増やしていきましょう。次のターン振動踏んでね、でかいタック踏めるように青色増やしていきます。オフェンス OK、 ダブルタックね。で、ここは十字でいこう。ここは十字でいかざるを得ない。はい、これでいきます。これでいこう。はい。では、これ、行ってしまいますが、青色以外が結構残るな。ささっとこれ、チームメイトの評価上げてね。全部紫にしたい。全部紫にすれば、簡単に呼べるからね。お願いします。はい。とりあえず、技術はもう溢れます。技術は溢れます。はい。溢れないか。溢れないかな。はい。で、体力回復させておきましょう。まあ、チームメイトの評価も上げたいけどね。まあ、いいです。はい。で、ミセ君進んでまいります。OK。ミセ君、ささっと終わらせていこう。で、メンタルにいない。体力回復させたい。でも、これはフィジカル、かな。微妙だな。すごい微妙だな。でも、実際ね、これ、ボーナス使って青色、揃えなくても赤でもいいけど、正直赤のラインを揃える意味がないんですよ、ね。赤のラインを揃える意味がない。もうそんなボーナスを 8回以上カラー行くつもりないんで。はい、これフィジカル行ってしまいましょう。フィジカル行きます。で、オフェンスも振っときます。オフェンス後に、もう技術振るとこないです。はい、フィジカル行ってきます。OK です。ね、はい。で、青野くん、進んでまいります。これで終わりですね。はい。ホイップキックまでゲットできました。OK。で、メンタル。メンタル。メンタルにいない。振動がいない。はい。行ってきます。メンタル。あれ？ちょっと待って。マイルやばくないか？マイル、やばくないか？だって、店始まったばっかで、桜庭始まったばっかでしょ。いや、やばくねえか、それ。それちょっとやばい感じしかしませんが。あと、ラインもちょっとやばい。ラインも、だって、今、61でしょ、これで。ちょっとやばいな。ちょっとやばめですね。はい、ゴールハンター取ってきます。アイデアメンタル行ってしまいましょう。はい、OK です。さあ、頼むぞ。さあ、前指動け。前上こんなやばかったっけ？なんでやばいんだろう。はい、で、2800。で、28000。出てますね。経験点はそこそこ出てます。はい、そして桜庭が進んでいきますね。はい、で、ドライブシュートをもらってきます。せっかくなんでね、リゾシュートを取っていきましょう。はい、フィジありだな。フィジありだけど、黄色揃えたく？別に黄色揃える必要ないけどね。はい。ねえ、フィジカル、パワー。上げていきます。はい。では、これをフィジカル、いってしまいましょう。はい、OK です。これで結構筋力稼げてるのはありがたいね。技術、敏捷。まあ、技術か。技術は大量にあるから、まあ、なんとかなると思う。で、精神もなんとかメンタルタック踏めてるからね。いけると思いたいです。これもう、ここだな。もう体力使っちゃいます。いいです。で、これでライン揃えて、ちょっとね、盤面が寂しくなってきたんで、埋めたいっちゃ埋めたいけど。ちょっと、進藤くん、いっぱい人がいるとこに来て。メンタルタックでいっぱい人連れてきて。それが一番ありがたい。はい。オフェンスタック、無冠、レボリューション。OK ですね。で、チームメイトの評価も上がっていきます。で、ミセくん、桜庭くん。おぉ、ミセ桜庭のイベントが連発で起こってますね。まあ、筋力はあと1回ずつだから終わりそうっちゃ終わりそうだけどね。
はい、ダブルタック OK。 ダブルタック来てくれましたが、来てくれたのですが、ホイップキック、ダブルタック来てくれたのですが、これね、どうしよう、赤揃える？ね、これ揃えとこっか。はい、ではオフェンス。いやー、技術余るな、精神も余るな、精神も余っちゃうな。ど根性、ハードワークはまだあるからね、占領役者。はい、ではオフェンスいっちゃいます。 OK です。いいよ、赤が中途半端に揃ってるから、まあいいか。で、メンタル。おー、うわー、一人かー。どうしよう。ドリンク飲むしかねえな。あ、これちょっとドリンクしんどいな。ちょっとしんどくなってるな。カズがいるから筋力結構出るからね。踏んどくけど。ちょっとしんどいな。ちょっとしんどめです。はい、これでいきましょう。ね。一応しんどもめるしね。技術なぁ、精神も取りたいんだよなぁ。こうかな。はい、ではオフェンス行ってしまいます。 OK です。はい、で残り10ターン、残り10ターン、7ターンで何回転しなあかん、何ライン揃えなあかん。22か、結構きついな。はい、これはもうオフェンス。てか体力しんどいぞ、これ体力しんどいぞ、体力かなりしんどいぞ。頑張れ、頑張れとしか言えないが。で、シュート力もとってもいいんだけどね。ディフェンスまではちょっときつそうかな、この敏捷量的には。まあ、なんとか頑張るしかないけど。もう技術は別に振らなくてもいいけどね。正直溢れるから。溢れるから振らなくてもいいけど、振れるものは振っておきたい。はい、ではこれオフェンスいっちゃいましょう。で、できればダブルライン揃えていきたいところではある。ね、ダブルライン揃えていきましょう。はい、ではこれオフェンスいってしまいます。はい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、行っちゃおうか。はい、行っちゃいまーす。はーい。技術余ってきまーす。しょうがないでーす。それは。それはもうしょうがないでーす。はい、ダブルタックは来ているけど 17%。ちょっとやべえぞ、これ。体力の消費が激しいぞ。やべやべ。もうこれ、しっかりと揃えていけるんだろうけども。こうね。十字は揃えていけてるけど、怪我しにくさもとってもいいけどね。一人。で、いっときます。こんなもんだろうな。野生の嗅覚は一応コツがあるんですよ、桜場で。桜場で決定力のコツがある。あと体力回復の時のね、筋力50のコツがあるんで、まだ振りたくない。はい、では、17%。あ、ドリンクあるのか、余ってるか。オッケーオッケー。これ踏んじゃいます。はい、オッケーでーす。行きましょう。よで、メンタルタックよ、メンタルタック。で、ラインは急に揃ってき、あ、見せくん終わった。あと桜ばか。メンタルタック、76。来てない。いやー、これは休むかなー。76でしょ、76でしょ。休んでもいいよ。ワンチャン休んでもいいと思って。はい。オッケー。ありがたい、ありがたい、ありがたい。結構しかも人がいる中でこれは来たのはありがたいね。これはすごい助かりますという感じです。はい、オッケー。回転数的にもまあ多分問題ない。あと10。あと10か。442でいけるのか。442でいける。442で終わらせていこうというところですが。はい。まあ、こんな感じで振りましょう。
精神もね、いい感じにいってると思いますんで、アイデアメンタルいってしまいます。 OK です。はい、でディフェンスワンチャンだな。でも筋力が足らないんだよな。はい、でサクッとピン、あ、スーパーサブ、残念。しっかり前半後半いきたいと思います。でディフェンス40にして、あとはちょっとしっかりと金徳取ってって感じか。まあ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 いいね。はい、いきます。はい、3対2無事終わっておりますということで、さあ残り3ターン、残り3ターンでしっかりと決めていきたい。はい、で桜も終わってきます。てか体力しんどいから1回メンタルタック、1回メンタルタック逃してほしい。オフェンス、まあこれはオフェンスですね。あー行きたいけどこれはオフェンスだな。もうここでタックを揃えるしかないんですよ。でできるだけボーナス使っておきます。はい、そしてこうだな。はい、 OK、 まずは2ラインで静止。こうかな。はい、でこれ、オフェンスいっておきます。 OK です。ダブルライン揃ってますね。いいよ、この調子でダブルライン揃えていこう。で次メンタル活かしてほしい。次振動メンタルに来い。あーとそれ体力回復欲しかった。そしてメン、よかった、危ねえ。体力回復欲しかったけどね。うん、モテモテなんていらない。はい、 OK、 最後最後頑張って、オフェンスタックでいいかな。最後はね、最後はオフェンスタックでいいです。筋力稼ぎたい。まあ、フィジカルでもいいぞ。ちょっと筋力稼がせていただきたい。筋力を稼ぎたい。はい、ではこれでいきます。アイメンタルいきましょう。はい、筋力名称も出ております。OK です。はい、キープ力いらないけど。はい、学校呼びキャラ。で、あー、危ねえ。サボり癖なんかしたらもう終わってたぞ。次のターン勝負だったな。はい、オフェンス来ない。フィジカル、いや来ない。うわー、いない。え、マジそう来る。え、最後の最後で振動いない、振動いない。これはね、どうしよう、どうしよっか、すごい悩むぞ。筋力足らないから青のカラーボーナス見たいんですよ。できれば赤のカラーボーナスダメだし、ね、どうしようかな。これ振るか。でどこ行くか。まあ2ライン揃えないといけないんですよ。まあ2ライン揃えないといけないから赤の位置を使えばいけるんだけど、それ使ってもちょっとしょぼいんだよな。できれば青を真ん中にして2ライン揃えていくっていうのが一番いいんですよね。それであれば、メンタルかなと。でもオフェンスもありなんですよね。でもオフェンス青がないからな。まあ、これだろうな。青で揃えれるのがここぐらいしかないもんな。まあそれでいいか。これでいこうか。うん。はい、これでいっておきます。アイデアメンタル。どこか。一応これ上当てたとしてもこれ関係ないからな。まあ、こういうべきのボーナスもらえないからいいです。はい。で、これでスピードスターゲットですね。なんとか最後91まで行きましたということで、終わりです。パワーは振り切りました。でも、ディフェンスはもうきついんだろうな。ディフェンスはきついんだろうな。まあ、でもちょっとここ筋力稼いでいきたいですね。はい。フィジカルいきまーす。行きましょう。少しでも筋力出していくよ。少しでも筋力出していく。お？いや、これはフィジカルだな。フィジカルの方がいいです。もう筋力以外いらないっす。もう優勢心いらないっす。敏将ならまだしも、優勢心はいらないっす。うん。はい、ではこれでいきます。はい、4対0を無事終わっております。満点でございます。ということで、ラストも、筋力稼がせてください。これ、青野くんワンチャンなんだよな。青野くん22くれればいいけど。
印象が結構余ってんだよね。はい、エリアメンタル、さあ来い。怪我しにくさ、まあいいか。で、怪我しにくさでコツ取れたのはまあいいでしょう。まあよしとしましょう。はい、そして、ディフェンス振りたかったなぁ。試合後のいくつか C ぐらいまでいけるのかなって感じだな。はい、行きます。はい、終わりました。無事終わっております。はい、で、経験点、5万点いったんじゃない？さすがに5万点いったんじゃないかということで、さあ、どれぐらい行きましたかと。5万点ぐらいいってそう。さあ、来い。はい、サブアカでも5万点来ました。はい、終わりました。ということで、サブアカでもね、無課金アカウントでも桜場手に入れたら、もうめちゃくちゃ伸びてくれました。うん、XUS のいくつだ ?4、5、5! ぴったり !OK! 行きましたということで、まあ、経験点5万点、そして XUS5 行けました。まあ、これはもう大満足の出来です。もうちょっと、まあ、筋力取れればという感じですが、もうサブアカでは結構きつい。まあ、数が、ね、もうちょっとレベル上がってればもうちょっと簡単だったのかなと。あとカラーボーナスね、もうちょっと青色揃えればなという感じでございます。はい、本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。